Hey everybody, and welcome to Pancras, Legends of Mixed Martial Arts. It's a brand new show you can see only here on Imagination TV. I'm your host, Rob Wu, and joining me all season long will be our expert analyst. He's the fourth ranked heavyweight in the world and current King of Pancras champion, Josh Barnett. Now let's take a look at that history. 全く別々の道を歩んできた2人の男、船木正勝と鈴木みのる。彼らが同じ道を歩み始めた時、その彼方にはパンクラスという終着点が見えた。中学校を卒業すると同時に15歳で新日本プロレスの門を叩いた船木正勝。その後約1年間にわたるトレーニング期間を経て、85年ヤングライオン杯でプロデビューを果たす。当時まだ16歳という若さであった。新日本プロレスの次期エース候補として期待されていた船木は、以降着実に実力をつけていくことになる。そして船木のデビューから2年遅れて鈴木みのるが新日本プロレス入りを果たす。高校時代はアマレスで活躍していた鈴木みのるは、卒業と同時に新日本プロレスに入団する。そして88年念願のプロデビュー。しかしこの頃旗揚げした UWF のスタイルに興味を持つようになった鈴木は、やがて UWF への移籍を決意することになる。鈴木のデビューとほぼ時を同じくして、ヨーロッパ遠征に出ていた船木も突然の帰国とともに UWF への移籍を宣言する。そして1989年4月、船木、鈴木ともにUWF への移籍が実現する。二人が新日本プロレスの道場の頃からずっと考えていた理想の団体、それを少しでも実現するためにこの UWF のリングを選んだ。しかしこれが果たして自分たちが考えていたスタイルなのだろうか。異常なほどの UWF ブームの真っただ中にあって、常に彼らの頭の中にあったのはそんな疑問であった。そして UWF 人気と反比例するかのように、船木と鈴木のファイトは空回りを続けるのであった。そんな中で迎えたのが船木鈴木の直接対決であった。3年以上も遡ったこの日、2人の心の中にはすでにパンクラスの存在があった。 UWF の解散後、鈴木と船木は藤原義明率いる藤原組にその戦いの場を移す。そして外人選手として参戦していたシャムロックは、その後船木、鈴木と同じ道を歩むことになる。藤原組で数々の戦いを繰り広げてきた2人であったが、自分自身の心の中では理想のスタイルはまだ完成されていなかった。そして彼らは旅立った。自分たちの夢を求めて。All right, we're going to take a quick break, but when we come back, the other fighters of Pancras. We've got some pretty big names. You don't want to miss it.